はい、どうも、水田洋です。お願いします。サブチャンネルです。何ですか？いや、なんか本当にさ、同じ下り何回やっても楽しいんだよ。まあ、そこが問題なんだよ、ね。8年間挨拶してるからね。はい、どうも。はい、どうもやってるからね。やってるし。毎日。やっぱ流行りが来ちゃうよね。なんか何周も回ってね。はい。はい、今日は何でしょうかね。トミーです。カンタです。お願いします。ということで、はい、水谷温度のメインチャンネル405万人突破しました。よいしょ、ありがとうございます。ありがたい。4号って呼んでんの？405万のこと。4号じゃん。4号。え、405は？いや、405は、うん、4号だよ、ついに。4号って略すんだ、それ。4号になりましたよ。410の時ちょっと見よう、その人のこと。あ、楽しみにしておいてください。それ楽しみで増えるからね。そうね、いや、てか次もなんなら結構変わりますから。え、46じゃないの？違うよ。いや、そうなんだ。全然法則性理解してない。ああ、そっか、0飛ばして4号って言ってるわけではないんだ。違うよ。なんか分解し、なんかいろいろあって4号なんだ、はい。とりあえず4号、ありがとうございます。本当に皆さんのおかげでございます。よかった。ということで、まあ、毎回、はい、あのサブチャンネルではメインチャンネルの登録者数が1万人増えることに、はい、まあ記念として、うん、まあなんか別にそのそこにこだわってるというよりは、はい、まあちょっと喜びたいよね。そうそう、そういう機会を設けようということで、はい、みんなで乾杯してるんですけども、今回もちょっと、うん、いつもはリアルタイムでやってたんですけども、うん、まあ、今日もこれ撮って出してるんですけど、はい、まあちょっといろいろ企画が走ってたりあって、その企画の関係でちょっとお酒飲めなかったんで、はい、うん、今日。ありがとうございます。一番近いよね、だからね。そうだね、最短ですね。最短で動画撮ってます。嬉しいよね、やっぱり。はい、やっぱ4例から始まって、4例から、はい、400万人から徐々にこう増え続けてきたじゃないですか、うん、そうですね。で、まあ4例って呼んでんだもん、それは。4例よ、うん、なんで？で、今4号なんでしょ。うん、もう法則は46やん、次絶対その2つが出ちゃう。4例から始まって、ね、4棒になって、ああ、なんで5なんだろう。じゃあ逆にそれが気になるわ。そうそうそう、こう増えてったわけじゃないですか、はい。で、まあ、夏も終えた中で、はい、さらにこう増えるってめちゃめちゃ嬉しいことじゃないですか、うん、ね。でね、昔はやってましたもんね、こうやって、うん、10万人ごとだったかな。やってました、うん、もう1万人ごとで嬉しいぞ、嬉しいぞっていうことでね。なんなら一人ごとでも嬉しいわけですから。まあそうですね、本当に、うん、あくまで別に節目だ、その YouTube 上で見える100万人以上だと1万人ずつしか見えないから、そこの節目で、うん、お正月みたいなことですよね。まあお正月みたいなことかな、うん。年始め別になんか大きいあれもないけど、なんか嬉しいよ、うん、なんか年後変わって嬉しいよっていう、嬉しいよっていう感じで、うん、みんなでね、言われたらいいですよ、はい。だから別にその未成年の方は普通になんか麦茶でもいいし、そうです、なんでもいいよってことですね。はいはい、嬉しいよね。乾杯しましょう、うん、未成年の方も見てるからね、水盆を。お、何これ、バーポームじゃないですか。はい、これはマジで美味しいよ、本当に。こちら僕のこの間のやつです。あれだもんね、こういう時だけ今飲めるもんね、トミーとかって。あ、そうですよ。なんで今日、うん、トミービデオ今、うん、ちょっと登録者すぐ確認してて、ほう、199,000、うん、なんかちょっと増えてるね。600ほういくつだね。うん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 。でも俺はトミービデオだけの日にが20万人突破してもまだ飲まないの。あー、おー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 、別にね、一杯飲んだりはしないわけよ、ね、うん、それはないの、ね。ただ、うん、今日行ってくれたら、もう今日はもう飲んでるから、行けるぞって思って、確認したの。あ、なんか、めでたいこと重なってる感じで、そう、なんか、トミービデオ、別に、それだけでは飲まないけど、まあ、いいけどね。まあ、メインで飲んでるからっていうので、ズズズズってやろうとしてたんですけど、うん、これは、ギリ間に合わずですね。あー、早速ね。じゃあこちら、はい、最近2人ともなんかそうだ、ね、ツイートとか、うん、そのね、お仕事でいただいたんですけど、普通に気になってたな、これ。あの1本ずつね、お互いのやつあるんで。あ、ほんと、はい、ちょっとこれカシスとなんか桃と、うん、あげないけどね。え、もうそれで言ったらもう別にあげないっていうことだってできるけどね。いや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 いける？ガニに
ガキ俺のことだよね。ガキでいける。ガキはちょっとわかんないけど、ちょっと本当に飲ましてよ。これは焼酎のソーダ割りなの。あんま飲まないでしょ。もうソーダを飲まないもん。いやそっち？ソーダ久しく飲んでない。ソーダね、それ多分その炭酸という意味じゃなくてもうソーダね。ソーダはあんま飲まないよ。飲まない。ああ、そのね、焼酎。うん、焼酎。焼酎だって前のね飲んだ時とかも。うん、だって焼けるって入ってるもんね。危ないよ。いや、じゃあチャーシュー一生食わないといいけど。結構焼く料理あるけどね。いや、ちょっと飲みたいですよ。なんかパッケージもね、いいよね。うん、で、これすぐ飲みやすいんで。うん。はい。で、とりあえず、皆さんと一緒。はい。じゃあ。はい。5万人。はい、いや、嬉しいですね。嬉しいです。やっぱり410万人を一応目標に、うん、はい。日々焦らず。うん。しっかり足元を固めて今頑張ってるんで、うん、はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします、うん、よろしくお願いします。それでは乾杯。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。いや、当てないんだ。当てないんだよね。ここでさーって、やっぱりあのエンドロールみたいなの流れたけど、ありがとうございます。うめぇ。うまい。やば、香りがすごい。今この突破のタイミングだけトミーお酒ほとんど飲んでるもんね。あ、そうだよ、突破がチートデータ。あー、そうなん。じゃあ毎日突破してったらもう、あー、でもそしたらまあね、企画が成功するかわかんないけど。そうね、うん、いや、ありがたいよね。すごいね、まあー、すごいですね。糖質ゼロ、うん、プリン体ゼロ。へぇー、すごくない？なんかで、焼酎のソーダ割り俺ずっと飲んでたの。おー、普通に飲んでみて。はい、普通に飲みやすいと思う。唐揚げとかに合うんかなっていう。いただきます。あー、こういうことね。そう、すっごくない？あ、飲みやすいわ。だ、多分、まあちょっとこれまで飲んでないけど、うん、料理と一緒に飲むならこれなんかなみたいな。これはなんか、多分これでゆったりする時ね、宅飲みしようぜみたいなことでしょ、うん、多分映画見ながら。確かに、このすっきりしてる感じとかは、うん、あの、揚げ物とかに合いそう。そうね、合いそうよね、うん、めっちゃ飲みやすいな。そうだね、すごいなんか味覚をこう邪魔する感じはないから。そう、一回リセットしてくれね、なんなら。あ、すっきりね、うん、バーフォームを飲んでもらっていいですか。確かに、あ、来た。俺もうほんとこのタイミングでしかカラムジョ食えないから。いや、そうな。ありがとうございます。縛り生活。ありがとうございます。もらいました。もらいました。え、ブラックサンダーもちょっとあれかなと思って。ああ、あれ、ブラさんね。ブラさんって言うと思うんだけど、グラさんみたいな。俺一番おすすめで桃と紅茶。桃と紅茶で度数 2% なんですけど、はい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 。まあ俺はさ、そんな飲まないから、うんうんうん、なんか飲んでるぶりたい日あんの。まあなんか飲んでる感出るしね。そう、うん、で別に 2% で楽しければいいわけだから。まあ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 。ってなると一番ね、美味しい。これでいいか。うん、うまいな。うまい。うん、ですよ。あ、これはもう美味しいです。うまいよ。これは美味しい。もうズルだよ。これはもう美味しいよ。そりゃ。なんならダイエット中だからこういう味系のやつも。うん、また別で美味しいってこと。やばいよね。ほんとジュースみたいなもん。やばい、よだれで喋れないかと思った今。そうそう、桃と紅茶ってこんな合うんだっていう。そうだね、感じがして、うん、美味しいわ。いや、もうカラムーチョも負けてないですからね。まあそりゃね、じゃ別軸だけどね、だいぶ。いや、同列よ、ほんとにこれも。うん、じゃあすごい戦いだな。ちょっとあれじゃないですか、405万人ってさ、うん、なんか、ちょっと一区切りって感じじゃない？まあそうだね、まず5万っていう。5万増えたっていうところで、うん、確かに。で、トミーとかにも言ってたけど、一応メインで扱おうかなってちょっと思ったりもしたんだけど。あ、言ってたね、うん、なんかまだいいかなっていう。まあそれはだから、カンタの視野に10万人がちゃんと見えてるからね。いや、そんなこともないんだけど、うん、ここじゃないですか。なんならね、メインで扱った方がさ、うん、増える可能性があるわけですよ。まあそうだね、うん、でもやっぱ決めてるから、はい、見てくれてる人に楽しんでほしいっていうのあるから、うんうんうん、サブチャンでそれができちゃってるわけじゃないですか。まあそうだね。で、別にメイン見てる人からしたら
登録者そんな別に言われてもっていうなんか強要されてる気しちゃうとか、うん、まあまあ別にその企画を見に来てる人も多いだろうからね。そうそうそう、だからなんかだったら企画頑張って、うん、サブチャンで、うん、祝ってった、ね、祝って、うん、みんなが10人に広めてくれた方が、うん、美味しいなっていう、美味しいっていうのもあるまあまあ結果的にね、美味しいって言い方したとちょっとね、うん、いや実際でもなんかそんなやる必要ないなって改めて思って、うんうん、昔だったらやってたと思った。まあそうだね、まあちょっと面白さもあるしね、そのお祭り感っていうか、そう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 、うん、って思ってたけどちょっと今もう違うなって思って、うん、またもしかしたら変わる時も来るかもしれないけど、うん、ちょっと一つ一つこう積み上げていきたいなっていうところもあるんで、うん、一旦スルーしていこうかな。スルーっていうかね、まあまあやってるからね、同じ人はね。そうそうそう、うん、でも夏終わってこのなんだろう、 YouTube 的に言うとこう休みとかかぶってないこの普通のその、うん、なん10月11月に登録者が伸びたのはすごい大きいかも ね、うん、それね、いや大きいよね、うん、嬉しいよね、普通に数字が増えていくっていうところが、うんうんうん、まあそのやってることはね、その減ってる時も増えてる時も変わんなくても、まあ結果としてついてきてる時はもうそれは人間だから嬉しいよねっていう。そうなんですよね。ただまあファンの人も嬉しいだろうしね、普通にそのそれがめちゃめちゃ嬉しいけどね、うん、なんかその一見さ、うん、なんか登録者が増えても言い過ぎない方がいいかなとか思ってたけど、うんうん、やっぱファンの人もなんかこんだけ8年もやってると、うん、気になっちゃうよね、それ数字とかね。まあ嬉しいだろうしね、普通にその自分が好きなものをが、なんだろう、世に広まってるとか考えたら、それは嬉しいよね。そうそうそう、だからね、まあ企画をね、こうやっていきたいですよね。うんうん、メインチャンネルはね、うん、サブチャンネルでこうやってお祝いして、そう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 、もう次すごいだろうね。え、何が次はもうすごいだろうね。あ、終わってる可能性があるからってことですか。何人はもうなんで、いやだってもう別に俺もカラムーチョ食えるわけでしょ。カラムーチョ食えるけど、え、でもこのクオリティでいく？いや、次回はもう406万円の時はもう全員カラムーチョ持参してもらって僕もカラムーチョ食べるし。ああ、それは嬉しい、うん、それはやりたい。うん、いいですね。カラムーチョ食いたいな。でももう今11月でしょ、気づいたら。そう、今年も終わっちゃうよっていう。そう、びっくりするよね。早いね。早いよ。このどうなの、年上がってくに対してさ、うん、どんどん1年って早くなってる。それって言うよね、早く感じるみたいな。実際どう体感。もう人生ぐちゃぐちゃで分からん去年と今年を比べることあ、前と後ろももう訳分からん。もう分かんない。あ、そう、すいません。過去の自分見た時自分じゃねえし、見た目誰昨日に言ってたね、トミービデオで、うん、なんかもう誰みたいな見た目だ、な、わ、だ、分かんなくなっちゃったよ。いや、本当にやめてほしいのは、うん、一番バレないようになってる説がっていうのが一番やめてほしいんだよ、うん、なんかあのやっぱでかかったんだろうね、今振り返るとトミーって。あ、そうね。単純に横もそうだし、なんかドンってなってたから、うん、後ろ姿でほんと気づくんだよ。うん、ほんとそう。今後ろ姿で気づかれない。気づかれないと思う、多分。すごいよね、その変化すごいなぁ、おもろいけど。昔と違うのは、それで言ったらその庶民感覚クイズとかあるじゃん。うん、もうビタ付けできんじゃないかなって。あー、でも確かにそうだ、ね、スーパーの名前によってはあ、そこならもう地域とスーパーの名前だったらもうビタ付けできんじゃないかなってぐらい。めっちゃ昔のトミーと今のトミーの対談とか絶対見たいな。あー、面白い。気持ちはわかるけどっていうことも多いわけじゃん、多分。そうそうそう、だから根幹は変わってない気がするしね。山にさ、うん、山のうち行くようになってさ、うん、なんかやっぱ結構行ってるよね。根幹は、まあそうね、まあ撮影なかったら1日2、3ぐらい行ってるもんね。いや、往復してんて、サウナじゃないんだから整うみたいなのないから。やってない。いやいや、往復5、6時間かかんない。じゃあちょっと整うには長い。リフ、いや、そういうことじゃなくて冷めちゃうとかじゃないんだよ。そうじゃないんだけど、普通にリフレッシュしに行ってるのになぜか寝不足になるからね。で、まあ週1回ぐらいさ、撮影はないみたいな日もあるじゃん。うん、と前日の夜中に行って、うん、1日行ってその日の夜中に。ああ、そういう感じか。うんうんうん、とまあなんか大体空いてる時間に運転になるし。え、なんかいろいろ考えるのやっぱ。俺さ、一人結構好きだから、うん、そういうなんか山行きてえなーとかさ、うん、どっか公園に行ったりとか、うんうん、そういうのすんだよ、うん、単純に散歩するとか、うん、あんましないタイプだった。ああ、まあそうかもね。
だから昔のトミーだったら山に普通に一人で行くとか、うん、運転一人でしていくとかって考えらんないんで、ね、まあまあ確かに、まあ、ポテトいるからね。あーそれで言うと、あ、まあでも普通に作業してるんだよね、うん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 、家の中で、うんうんうん、Wi-Fi あるし。まあそうだよね。でも幼少期のこととさ重なったりするんじゃん、まあ、場所が同じだとさ。まあそうだね、うん、だから前カンタがさなんかその中学校までの通学路を歩いてみたりしたんだよね、うん、みたいな。ああ歩いたり歩いたり、うん、そういうのに近いのかな。原体験を探るみたいな、ね、みたいな。まああとシンプルに管理するってなるとやっぱやんなきゃいけないことある。確かに。その冬前だからその水が多分タンクに溜まってるとそこが凍って破裂しちゃうとか、だから水抜いておかなきゃいけないとか、はいはい、そういうなんか管理しなきゃいけないことの作業はまあ普通にやるみたいな、うん、そんななんか一人でぼーっと考えてるかっていうと考えてない気もするけど、うん、まあでもなんかロケーション的にはちょっとなんかこういいよね。いや、いいでしょ、めちゃめちゃ。確かに、合宿みたいなね。まあ、合宿、うん、まあ合宿でもいいね、なんかいや、でもいい、いいなと思って、うんうんうん、今ちょうど紅葉めっちゃ綺麗で普通に行ってみたいもん、あそこ。うん、でも行こうみたいな話してるもんね。そう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 、もう早く。いや、気になるしな、あれ、初めて行ったのいつだっけ。あれだ、多分 YouTube 始めて2、3年、1年目か1年目じゃない。ゴールデンウィークかも行ってんの。ゴキブリホイホイをまだ今踏みつけて走ってた頃の、その頃だろうね、企画室の前の廊下でちょうどパイナップルに輪ゴム巻いてた頃だね。あー、あったね、うん、あれ懐かしいな。おばあちゃんの姿鏡を車に積んで心霊スポット持ってったり。あー懐かしいな、マジで、うん、となんか巨大なピザを網に乗せておじいちゃんの川まで運転してもらって、うん、あった、巨大タピオカもやった。巨大タピオカ、タピオカやった、ね、まだタピオカがバズってないから。だ俺タピオカマジで一番初め流行らせてるから、ね、いや実際ガチであれは流行らせてるわけじゃないけど、ね、で俺は推してたから中学生の時から。うん、タピオカいいよ、タピオカ。俺がまだタピオカだった頃から。いや、お前がタピオカってこと。いや、タロイモみたいなこと。それぐらい俺は昔からやってたから、タピオカをね、はい、あと虹色のゼリーとかね。もう映像すら覚えてるわ。あのどの部屋で、奥の部屋でね、こうやってかざしてめっちゃ綺麗だったんだよ、普通にね。 あれもやったじゃん、あの BGM で、あれ押されたやつみたいなやった気がする。めっちゃ撮ったな、そう考えると。あとベイブレード弾くやつもやったでしょ。 あとあれビー玉をどうじゃ、え、ビー玉なんだっけ、取り出すの。あー、やった。あとはそれこそ凡人ってつけたの、そこだった。あ、ツイキャスかなんかでやったんだっけ。2回目の時かなんかに。そうだ、そんな気がするけど。その可能性ある。2回目行った時から、ね、少なくともその話は絶対した、うん、ちょっと心霊っぽい場所でグリコしたりとかね、たわもあったね。やったな、いろいろそう考えると。あとあれもだよ、ポン酢しゃぶしゃぶもあそこじゃない。そうだ、そうだよね、やったわそれ。あれめっちゃうまかったもんな。だからあれから何回もやってるもんね、ポン酢しゃぶするバカじゃねえのっていうね、味だからね、まあ、あれって、まあ、いっぱいつけたら美味しいだろうっていうだけなんだけど。そりゃそうだろう、楽だし、うまいからさ、うん、ご飯につけて食べるみたいなやったな、うん、そういえば。むせたりしてね、うん、むせたりしてね。まあ、ポン酢をね、直で喉に入れたらそれむせるわっていうね、うん、やつね。まあでもあったね、そんなことね。あの期間は本当に YouTuber としてやっていくか悩んでる時だし、まあ、学校の授業もあるし、成立してはなかったからね。そう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 、うん、で、あれ夏だっけ行ったの。ゴールデンウィークだって。あ、いやでも2回ぐらい行ってんだよね、うん、多分ね。夏とかゴールデンウィーク、夏かな、初め行ったのね。1回目、そうだね、なんか短パン日本登校したりしてたんじゃない。履いてた気がする。うん、短パン履いてたかもな。うん、いやだからまたなんか打ち上げ花火、手持ち花火打ち上げようみたいなとかね。あ、普通にサブチャンでさ、うん、あれやったよね。何なサブチャンじゃないっけ、なんかただ花火やるみたいなのもあったよね。あー、やった気すんな、あの前のとこでね。うん、家の前で。そんなん結構撮ってるんだよ、そう考えたらね。すごい、ね、でももう完全にね、家の中ね、あの変えちゃってるからね、見た目は違うね。まあ、面影はめっちゃ残ってる。あー、見てて思うよ。うん、見た目は、というかさ、面影残ってるけど、うん、結構変わってはいいね。へぇ、覚えてるわ、その、ね、駅で
俺がでっかいその企画のものいっぱいっていうかリュックサックをこうバスケットボールみたいにしてる写真投稿したの覚えてるわ、ツイッターに来ましたって来ましたみたいな、ちょけてたわその時も酔ってたもんね、15分後ぐらいにはもう車で、え、さっけ、ああそうだった、意外と覚えてるな、そう考えるとやっぱ車でなんか神田くん大丈夫って言って、大丈夫ですって顔真っ青の人、大丈夫じゃねえじゃねえか、あと猿出たよね帰り、猿もう最近もいるよ猿、あ、ほんと、うん、ちょっと今年行けたらいいな、今年中ね、行けたね、でももう雪降っちゃうけどね、あ、何日から降るの、いや、わかんないわ、そんな天気予報しない、でももういつ降ってもおかしくないよマジで、それはだるいな、だるいよ、あの免許取るしかないってこと、スキーバイクみたいなのトミーが運転するしかない、スキーバイク取ったとしてスキーバイクどうやって運ぶの確かに、いや、そうね、もう思い出すこといっぱいありすぎてもうおじいさんになっちゃう、おじいさんが居酒屋で出会ったみたいなね、同窓会してまだまだ先ありますからね、あるのになんか過去めっちゃ言う、うん、全部言おうとしてからね、そうだね、まあ、でも今年だけでもめちゃめちゃいろんなことしてるからね、いや、そうだね、今年のその初めから振り返るだけでもね、もうだってショート動画をがっつり始めたのも今年の、しかも4月とか5月でしょ、うん、あの形に落ち着くまでもいろ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 ね試行錯誤した結果、うん、今の形になってるからね、そうそうそう、いやもう遠い昔からやってたみたいな気しちゃうしな、いやそうだね、今ショート何本出したんだろうね、こないだ見たとき100本ぐらいいくからみたいな、すごいよ、すごいよ、もうあれ気づけば100本だよ、あれはでもね、今の感じでいいんであれば、うん、70年続ける、70年今の感じで体が70年持つかは別としてねいや面白いものはやっぱ世の中にいっぱいありますから、まあ、生まれ続けるからね、そう、探すの苦じゃないんだよね、うん、ああいうその面白い商品というか気になるものみたいなね、だったら大丈夫かな、70年後俺早口入れ歯つけてできるか分かんないけどヘイフラとかとやったのもあれ今年か、そうだそうね、ほんとね、いやそうだよね、3月か、うん、オルタノさん、あれ2年前ぐらいの価格ない、あれ2年前ぐらいの価格あるね、あれ今年の初めの方とは思わないよね、思わないね、無人島はもう1年前だもんね、こないだので3月の無人島は3年前だもんね、3年前だよね、うん、あれ3年前だもんな、ギリ、いやでもね、楽しい日々ですよ、うん、ほんとにこのその1個前にその多分祝った時も同じようなこと言ってるのかもしれないですけど、うん、いやそれが一番いいからね、変わらず楽しい日々ですよ、うん、そうね、それがいいね、やっぱりそうですね、まあ、であとその最近はすごい思うのはこうファンの方と会うタイミングというか、うん、そのイベントもそうだし昨日もあったね、昨日もそうだし、うん、その前もあったじゃん、うん、だからそういうのがやっぱ増えて、まあ、モチベーション的にも上がりやすいのかなというか、うん、2、3年前ぐらいからね、そういうのなくなってたじゃん、うん、で、この間としみつとかとさ、動画撮ってても思ったけどさ、うん、それこそ東海とかって結構密にコラボとかしてたじゃん、昔って、うん、でもやっぱコロナが始まって声かけれなくなったんだよね、まあそうかもね、まあ周りの YouTuber と時が動き出したなじゃないけど、うん、懐かしい感じがした、まあ、確かに確かに、うん、そうだね、逆にね、見てる期間が長いとさ、なんか東海とも距離があるような気がしちゃってたりとかさ、あーまあまあ確かにね、全員とコラボしたいなとかなってきちゃうじゃん、うんうん、でもあいつら忙しいし、でも意外と 2,3 年前としみつだけ来てくれることもあったしさ、あったね、あのたくやさんのドッキリとかね、そう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 、バブリーダンス踊るとかさ、うん、あったあった、クリエイターの距離もだんだん縮まってんのかなって気がしてて、このここ最近、ね、そう会いやすくなってきてさ、うんうん、じゃあ次の406万人に向けて、まあてかまあよ、まあ多分目先のもう一人増やすのに向けて多分日々やった結果、また406万人でみんなとこういう会を開けた、はい、嬉しいですね、お願いします、はい、ということで、はい、じゃあちょっと引き続き皆さんにはよろしくお願いしますってことですよね、そうですね、うん、はい、まだまだ楽しんで頑張ってやっていくんでよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、ということでサブチャンネルでした、ありがとうございます。